1990X 年、太陽学園で何名かの生徒たちとジムの女性が行方不明になる事件が起こった。学園が混乱する中現れたバツは、独自に事件の調査を始めようとしていた。お前らな、いい加減俺をつけ回すのはやめろ。君はあの事件のことを探ってるんだよね。私も混ぜてよ。理由を強いて言えば、風紀委員としての義務。ご苦労なこった。とにかく何の事件か知らねえし、関係もねえ。君たち他校の生徒がなぜ学校が隠しているはずの事件のこと。口の聞き方には注意しろよ。貴様らを生かすも殺すも僕たち次第なんだぜ。まさかてめえらがやったのか。ふん、だとしたらどうする。オーケーは用意したか。ラウンド1ファイト。なかなかやるじゃないか。まあ特別に教えてやろう。貴様らの高校を襲ったのはジャスティス学園だ。嘘、ジャスティス学園ってあの超エリート校の？どうして？ユウたち知りたいか？でも教えてあげないね。ミーたちに任せておくことね。迷惑なんだよ。迷惑ってそんな、私は学校を守りたいだけだよ。ほらそこのクズども、総番長やったらまさかてめえらじゃねえだろうな。何のことかわかんねえが俺たちとやるってのか。覚悟しろよ、手加減はしねえからな。俺たちだってさ、さっきまで迷惑って言ってたのにね。まったく、こっちこそいい迷惑だ。逃げんなよ。ラウンド1ファイト。どうだ、展開やりたい。
な拳じゃ誰も守りはしないぜ。ラウンド2ファイト。クロスカップ。相番長を失い気が立っていたのだ。こんな奴らに謝んじゃねえよ。失って殺されたのか。そんなことは聞いてないぞ。京介、ここまで来るとは随分強くなったな、松代。誰だ、あんたら。なぜ俺の名前を知っている。覚えていないのも無理はない。お前が赤ん坊の頃に会ったきりだからな。まあいい、率直に言わせてもらう。君たちにはジャスティス学園に来てもらうぞ。え、ジャスティス学園？あんたたちが学校を襲ったのね。極めるとしよう。ファイナルラウンド、ファイト。滅びよ。ロックスケッチ。展開。やいかん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 。展開。やいかん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 。滅びよ。やめたまえ。見てこいよ。やめたまえ。展開。
拳じゃ誰も守りゃしないぜ。おお、なかなか強いな。日本を手にするのにますます欲しくなったぞ。ひとまず日向君は我々が預かる。バツ、わしの息子よ、学園で会おうぞ。あいつが俺の親父？じゃあなんで母さんは誘拐されたんだ？日本を手にする、そんなもののために僕は協力を。くそ、わけわかんねえ。とにかく学園へ行こうぜ。やっと僕も目が覚めたようだ。もっと早くここに来るべきだった。何ぶつくさ言ってんだ。早速敵さんがやってきたぜ。